こんばんは。こんばんは。今日は ショールームをやる前に見てたらミレータンがね卒業発表したみたいで、 SKE の大事な大事な逸材がいなくなってしまうのはとても悲しいんですけど、最後まで応援してあげてください。マジでミレータンいい子だよね。ねえ、どん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 時代は変わっていきますが、皆さん最後まで応援してあげてください。ねえ、 SK ってそういうなんか逸材なくしがちじゃない？まあユナナとかララぐらいしか、ルカがいた頃はあれだったけど、大事な逸材をなくしがちなので大ダメージだと思いますが、ミレータンがいなくなった頃には私もいないのであれだけど、でもやっぱ若い時に決断できるって素晴らしいなって私は思う。私は決断できなくてこんなにもいたから、11年もいたから、そうやって決断できる、それこそララとかもユナナもそうだけど、あんなに若い時に決断できてるのがすごすぎる。だからもうみんなしっかり見送ってあげてください、ミレタンのこと。あんなに若いのにさ、しっかりしててさ、いや、ちゃんと自分の人生の選択もさ、この年でできててさ、すごいよって私はとても思います。なので
まあでも最後までね、ミレタンが楽しく活動できればいいなと思いますね。マジでさ、その卒業公演っていうワード見て思ったんだけど、なんか最近の卒業公演、なんか推しが入れる人が少なくなってるみたいな。いや、そんなシステムはないんだけど、なんていうの、みんな外れがちなんよ、その子の太いオタクとか、なんかずっと長く応援してる人が外れがちなの。だからそれ悲しいじゃん。なのにさ、自分の卒業公演でさ、違う子のサイリウム振ってたりとかさ、されたらさ、悲しいじゃん。だからもう、みんなには頑張ってほしいとしか、こちらとしては言えないんだけど、そう、こちらは何もできないからさ、ただただみんなが当たれって思うことしかできないんだけど、もうとにかく、こうやって握手会とかに来てくれたりとかさ、いつもこう黄色いサイリウム振ってくれる人とかがとか、こう長くこう応援してくれてる人がやっぱり入ってほしい。だからもう頑張れとしか言えないんだけど、マジで本当に心の底からルカちゃんを押しましたよっていう言ってくれる人ってか、大体わかるじゃん。こう例えばさ、なんだあれ、生写真のサイン会か、サイン会とかでさ、なんかこう名前見てさ、あ、この人またいるとかさ、なんか大体自分の推しってわかるじゃん。自分の推し、自分推してくれてる人ってわかるじゃん。そう、でもさ、そういう人がさ当たってほしいのにさ、なんか最近割となんか、そう、ルカもステージ立ってる側だからさ、こう見えるけどさ、なんかあれみたいな、あの人入ってないのかなとか、そう、生誕祭とかでもさ、なんかこんなにも、いや、これなんか言ったらちょっとなんか印象悪くっていうか、なんかすごい愚痴ってるやつみたいになるからあんまりか。なあ、もうとにかく当ててほしい。みんなには本当に、これでルカがさ、卒業公演でさ、黄色のサイリウム誰も振ってないみたいなこと起きたらさ、マジで嫌なんだけど。なんか生誕祭とかで、卒業公演は別じゃん。卒業公演はさ、もう絶対一回しかないからさ、とにかく自分のファンが入ってほしいって思いだけど、生誕祭とかってどうしてもさ、なんか他のファンの人とかもね、他の子を推してる子もどうしても入っちゃうんだけど、なんかそういう人がその子のサイリウム振ってても別になんとも思わないんだけど、なんとも思わないことはないけど、なんか、あ、そうなんだとは思うけど、自分のファンが他のメンバーの生誕祭でそれをやってたら、あ、空気読んで、ちょっと空気読んでとは思う。嬉しいけどね、自分のことを推してくれてるっていう事実は嬉しいんだけど、今日ルカ主役じゃないからって思っちゃいますね。そう、だからユニットとかだね、少人数の時とか MC の時とかさ、その主役がいない時とかだったら全然嬉しいんだけど、なんか主役がいるのにこうやっちゃうと、ちょっと気まずいよみたい
こっちが気まずくなっちゃう。 いいんだけどね、別にさ絶対こうしましょうっていうルールはないからさ、好きなようにね応援してくれたらいいんだけどさ。そうそうだ、気まずいよって思いながらやってます。でも全然だから、でも卒業公演はとにかくみんなが私のことを好きって心から思ってくれてる人、応援してくれてる人が入ってほしい。だから何にもできないけど、みんな頑張って頑張ってとしか言えません。でも本当に頑張ってほしい、お願いします。本当に本当にお願いします。卒業公演は6月末です。何日とかは決まってるけど、多分言ったら怒られちゃう怒られちゃうだろうな、分かんないけど。もう決まってるよ、じゃないと。てか普通に卒業決めた時にもうこの日って決めてたので、そう、卒業相談してる時から日程はもう決まってました。でそれで逆算して発表する日も決めましたね。だから結構前からずっとそう決まってました。そう、まあ教えてほしかったらトーク会とかで聞いてくださいみんなにはスケジュールちゃんと開けといてほしいし、当ててほしいし、絶対ダメなんかな、怒られるかな。だってさ誰も聞いてないじゃん、あれ一対一じゃん。剥がしの人なんているから卒業公演どうでもいいと思うし。えそれで、いやわかんない、教えるかどうかはわかんないけど、でも教えてあの全国に広まったらもう当たりません卒業公演当たらないよ。だから気をつけてください教えるかどうかはその日になってみないと、私のその日の気分になりますけど。
皆さん楽しみにしててください。みんなでもさ絶対逆にな、まあいいやここまで喋ってまあいいやっつって、生誕の日は知らないんだよね。生誕ってさどうやって決まるんだろうね。でもこの17がサーヤでしょ、17がサーヤだからルーは多分5月中にあると思うよ。だってサーヤの次ルカだよね。うん、5月の後半だと思われます。誰が生誕って決めてるかは知らないけど、おそらく。6月ではないと思う。多分ね、5月中にできると思われます。みんな頑張って、まあ生誕はね、うん、まあ生誕も入りたいか。うん、みんながとにかく卒業公演を当ててほしいという願いです。本当に6なんていうのこう入ってない人の方が当たりやすいみたいな昔からなんかあるじゃん。いや知らないけどなんかこう久しぶりの人の方がこう毎回毎回応募してる人よりはこうちょっと期間空いた人とかの方がなんか当たりやすかったりするじゃん。応募したことないんだけど、そうだからさ、なんか6月はさ、なんか応募しないでさ卒業公演に絞る方法もあるけどさ、いやでもどう考えてもさできるだけステージ見たくない、ルカのって思ったらさ、全6月もさ全部応募してさ、その前まではさ全部当たるのにさ卒業公演だけ当たらないみたいなことが起きるのも嫌じゃん。なんか なんだろうねこのシステム。てか普通になんか前みたいにさ、なんか推しメンなんちゃらみたいな、推しメン登録みたいな、なんかもっといい方法ないのかね、このチケットに関するあれで。生誕祭とか、あ、推し補正、そう、
なんかね、難しいですよね。なんか本当にここ最近そういう卒業公演でなんかこううまくいってるところを見たことがないので、そのファンの人に、ファンの人がこうの当選の関係のやつで、そううまくいってるところを見たことがないので、なんか最後なんだからさ、しっかりしてほしいですよね。なんかどっちも悲しくね、メンバーもさ、ファンの人もさ、悲しい思いで終わっちゃうのってさ、とっても嫌だよね。とにかくみんなが幸せな気持ちで最後を一緒に迎えたいですね。っていう私の願いです。卒業イベントとかやってる人は卒業公演入れないっていうか、外れちゃう確率が上がっちゃうのか。でも私は多分卒業イベントとかいうそういうソロのあれはないので、そこは多分大丈夫だと思う。もうとにかくみんなには当ててほしいという願いをもう今からずっと強く思っています。みんなも今から運を貯めといてください。そう、卒業公演の話はまあここら辺にしといて、ただ本当にみんなが当たってほしいというルカの願いなんですけど、生誕は平日ですね。27から31の間だと思っといてください。知らないけど、これで6月になったら申し訳ないですね。多分平日です。てか K2 公演ね、土曜日にあること、土日にあることあんまない。なんか
やっぱユキも試合とかあるし、うちらもアヤメロトルコは FC 岐阜とかあったりとか、結構土日にあの活動してるメンバーが多いので、そうだからあんまないんだよね土日に公演って。そうだから基本平日です。何でもいいです何でもいいです、みんなが入ってくれれば。とにかく卒業公演が楽しく終われればいいなとか私は思っているので、そんな感じです。そうでも今日配信をしたかったのは、あの新しい応援隊のね隊長と副隊長の話をなんかしなきゃなと思って、実際に現場で見た方はまあねいろいろお話とかも聞いてるとは思うけど、実際あの発表した後にあのみんながどういう反応だったのかとか私は全部見切れてないんですけど、なんかなんでなんだろうって思う人もやっぱいると思うし、そうちゃんと説明をしておきたいなと思ったので配信を今日しようかなとそう思いました。そう私が卒業した後の隊長はあやめろに、で副隊長は伊藤美希ちゃんに決まったんですけど、あのこれに関してはあの私関わってないというか、あのもう決まってました私がそうあの別に決めたわけじゃなくて、そうただあのやっぱまあ体調は、まあ、繰り上がりであやめろになることはみんな分かってたと思うし、まあやめろじゃなきゃおかしい話なのであやめろだなってそうみんな思ってたと思うんだけど、副隊長に関してはまあ悩みますよね悩みますよね。そういろんな選択肢がある中でいろんな話があった中で多分伊藤美希ちゃんになりました。そうでもなんか変に、まあ、体調は絶対に岐阜面じゃないとダメだし、あやめろ以外のメンバーってありえないから全然ね、あやめろなのは当たり前なんだけど、そう副隊長に関してはなんかもちろん岐阜メンバーで固めるのもありだと思うし、そうまあ岐阜はあと2人、うちら以外に2人いるので、そう全然今までやってきたように岐阜面で固めるのもありだけど、なんだろうね、私がどういうなんかどういう理由でというか、どのそうどういう経緯というか、いろんな候補があった中でいろんな選択肢があった中で伊藤美希ちゃんを選んだっていうのは聞いたんだけど、じゃあなんでなのかとかは詳しくはちゃんとお話できてないので、そこのところは正直わからないんですけど、でも全然私はいい選択だなとは思ってます。変にこう岐阜っていう枠にとらわれないで、そうでも美希ちゃんっていう新しいね別の角度のメンバーを選ぶことによって岐阜だけじゃなくてそのねいろんな地方からまた足を運んでくれるきっかけになると思うし、結局うちらがただ応援するっていう
だけじゃなくて、うちらもこう人を呼び込む力を持ってないといけないと思うし、それが FC 岐阜を応援する応援隊としての活動理由にもなると思うので、そこはなんか変に縛られなくてもいいのかなとは思うので、うん、伊藤美希ちゃんっていう選択肢は私はありだなと思って、別にこのことに関しては何も言わなかったですね。そうだからあのね、難しいんですけどね、こういう次を選ぶっていうのはなかなか難しいことではあるんですけど、でもやっぱり、まあ、FC 岐阜って言ったらやっぱ岐阜だから、岐阜に岐阜メンバーでこだわりたい気持ちもあると思うし、私は逆にそのなんて言うんだろう、あと2人の岐阜出身のメンバーにはなんかそういうなんだろう、言ってしまえば役職をつけないで自分らしく活動できる方が多分あの2人はいいなと思う。そういうのも多分考えてるとは思うので、うん、なんかそういう人っているじゃん。そうだから2人はそういうね、のびのびと活動するにはそういうのは必要ない人たちだと思うし、じゃあ誰にするってなったら、いろんなメンバーがいる中でみきちゃんが選ばれたので、そうだからみきちゃんもなんかどうしてもこう岐阜にこだわってる人がいるとね、あのとても厳しい言葉だったりね、いろいろ届くかもしれないけど、でも岐阜のサポーターの人たちはとても優しい人たちばかりなので、そうだからみきちゃんのこれから自分次第できっと変わってくると思うので、頑張ってほしいなと私は思いますね。そうだから結局サポーターの人たちが望んでるのって、いろんな人がさ、いろんな場所からこう FC 岐阜を応援しに来てほしいって思うし、 SK じゃないや、 FC 岐阜を好きになってもらいたいっていう気持ちが多分一番強いと思うから、それに関してはもうあやめろはね、こんだけ一緒に私とやってきたので、もうサポーターの人に名は知られてると思うし、もう愛されてるとは思うけど、そうだからその枠を超えるのはみきちゃんの役割だと思うので、そうだそれを多分ね、あの FC 岐阜側も期待してるとは思うので、なんかいろんな意見があるとは思うんですけど、副隊長として多分みきちゃんはちゃんとやってくれるので、信頼して皆さん応援してあげてほしいなと私は思いますね。こういうね、なんかなんだろうね、誰かの後とか誰かの次とかを決めるのって、それこそリーダー副リーダーもそうだけどさ、誰かが卒業した後の次のリーダーとかいろいろさ難しいけどさ、結局みんなやるんよ。そうみんなできちゃうんだよ。そうだから何も心配しなくていいと思います。っていう話をしたかったです。うん、どうしてもねみきちゃんもあの結構考え、あやめろは多分大丈夫だよ、あやめろもまあ考えすぎなとこあるけど、みきちゃんもね意外とそういうのにこう気にしちゃったりもするからね、
みんなが優しい言葉をかけてあげてください。でもまあその2人になったからといってなんか今までと何か大きく変わるっていうことは全くないし、そう、今まで通り楽しくみんなでこうトークしたりとか応援したりとかすると思うので、まあこれからも変わらず応援隊の活動をみんなで楽しんでほしいなと思います。それを話したくて今日は配信をしました。私は次の6月2日のホームゲームでラストになるので、皆さん最後まで思い出を作りましょう。あ、ミラボさんや。なんか久しぶりな気がする。ミラボさん、ありがとう。6月2日スタジアムで会いましょう。まだね、最後っていう実感が全然ないんですけどね。ね、わかる。さすがに晴れてほしい。もう雨だとさ、カッパ着なきゃいけないから写真写りも悪いし、ブサイクだし、髪の毛ボサボサになるし、靴濡れるし、最悪です。
あとは何の話しようかな。特にもうないんですけど特にもうないんですけどとか言って、今週末ね、ツーショットだよね。なんか4月なかったからすごい久しぶりな感じする。11、12、11が窓際で、12がユニフォームだった気がする。ショールームはこれが最後じゃないよね。やばくない6月までいんのにこれで最後になるのやばない？いや、できるだけ頑張って配信はする。もう6期生が集まることある？ないです。6期が集まることは正直ないです。はい、卒業公演も呼ぶつもりないです呼ぶつもりないですね。はい、なのでまあ勝手に頭の中で想像してみてください。集まってるところ、そういう関係です、うちらうちらはそういう関係なんです。来るんかな、あの人たち。どうなんだろう、ルカの最後興味あんのかなどうなんだろう。まあ来てくれたらそれは嬉しいですけど、どうなんでしょう。
いや不仲ではないよ、不仲ではないけど、なんか別にお互い干渉し合わないなんて言うんだろう、なんかうん、いい距離感でやってます。だから別になんか仲良しこよしって感じじゃないよね。なんか卒業するから来てよみたいな、卒業公演来てよみたいな、わざわざ言わないとか、うん、そういう関係じゃないね。うん、そう、TJ 登場やばい。なんかさ、ルカ TJ と写真撮りたいんだけど、どう思う？この前の試合いなかったんだけど、なんか6月2日までに私は絶対 TJ と写真を撮るって決めてるの。でもいなかった。TJ 何してるのTJ 何してるの、本当に。私は絶対に6月2日いるか知らないけど、絶対に写真を撮るって決めてます。でも前回いなかったんだよな。前回っていうか昨日か、昨日いなかったんだよな。絶対に写真を撮る。撮ったら載せるね撮ったら載せるね、みんなに自慢するね。TJ 知らないから絶対に撮ってる嘘でしょ、載せるわ。撮れるか分かんないけど、あっ
やばい、 DJ ってトムとジェリー知らない、知らない人は DJ って分かんないよね。DJ はあの FC 岐阜の元選手です。今は FC 岐阜のなんかアンバサダーみたいなやってる方なんですけど、田中純也さんです。イケメンです。あやめろがね一回なんか競馬の仕事一緒にしてて、そうそう、元日本代表選手、めちゃくちゃイケメンなんですよ。そう、なんか昨日か昨日もルカこの話してたの、ルカさみたいな、あやめろにね、ルカこの6月2日までに絶対 TJ と写真撮るって決めてるんだってっていう話をして、で今日も TJ いないかなみたいな話をさあやめろにしてたらさ、えもうあやか撮ったよみたいな、もう一緒に仕事したからみたいなめちゃ上から目線で喋られてめちゃなんか自慢されたんだけど、なんかもうあやか師匠って呼ばれとるしみたいな、なんか超自慢されたのひどいよね。そう、めちゃめちゃマウント取られたやばくない？見たよみたいな、なんかすごい自慢のようにすごい写真載せてたねとか言って、いやもう師匠って呼ばれとるからみたいな言われて、あ、そうそうっつってすごいすごい自慢されたなるかは最終、次のホーム戦自分の最後で絶対に写真を撮るんだ。みんな待っててね。頑張って撮るから。あとはなんか話すことあったかな、もういっぱい話したけど、
リフトで結局明らかにならなかったドンの由来知ってます？あのね、収録終わった後にね聞いたけど、あの忘れた、なんだっけなんだっけな、忘れちゃったよ。へーとはなったけど忘れた。だからまたドンちゃんに会った時に聞いときます。みんなには言わないけど。マジで忘れた。なんかいろいろあの日さ、あのいろんな答え言いすぎて何が正解だったか忘れちゃったよ。ゆきちゃんもあーやも忘れてるのよ。え、マジ？さすがにゆきは覚えてると思ってたわ。やばい、ぜあゆかぴょんにかけるしかないね。あゆかぴょん覚えてるかな。え、マジで忘れた。なんて言ってたっけな、いろいろマジ答え出しすぎて覚えてない。ソーラン節やばいよね。ソーラン最後の曲ソーラン節ってやばくない？面白い。マジであの日めっちゃ笑った。いや印象に残ってないわけじゃないけど、なんかいろいろあの日答え言いすぎて、いろんなこれだこれだこれだって言いすぎて、あのわかんない、忘れた。私の卒業スペシャルは何やろうか何も決めてないんですよね。何やればいいんだろう。楽しく話せれば全然いいんだけどな。気がついたらもう1時間も喋ってますね。他になんか話すことありますか？ないよねないよねとか言って、
ミラーボール流れてくるとミラボさんだと思っちゃう。いや、こんなに長く配信することあんまないですね。生誕くじの景品教えて。教えるか。ルカ、それで思い出した、景品の名前を考えなきゃいけないんだった。ありがとう。ルカ、いつも締め切りすぎちゃう癖あるから気をつけないと。生誕くじを決めないと。名前を、ありがとう、思い出させてくれて。みんなもう話すことはないか。そう、案は提出したけど。うわ、来たタワー。みんなこの人煽っていっぱい投げてくれるから煽って、みんなありがとう。何にもしてないけど、イエーイ。くまちゃん、みんな煽って投げてくれるから、イエーイ。誕生日だ、誕生日。何日前だ。まあ5月だからね、毎日お祝いしてもらってほら、もう一丁って言ってるよ。誕生日だからね。毎日タワー、5月は毎日誕生日。マジで5月感ないけどね、本当に毎日、本当に5月かって思いながら過ごしてるけど。やばい来た、これ何、なんか新しい、新しい、ルカが知らないだけ、また違ったやつ。イエーイ、ありがとう。なんかまた違うターン。よし、みんな行け。もっと煽るんだ。何もしてないのにタワーが2つ立ちました。嬉しい。今日はいい一日になりましたね。誕生日の時はここに、今年25歳なのでね、25個並ぶことを期待しています。25本、25歳になっちゃう、やだ。じゃあ今日は24本。確かに、確かにそうだね、24本だ。やばい、25になるのやだ。
最悪。15がやだ。じゃあみんな25歳になったら25本並べてくださいね25本並べて。もう1時間もやったし、そろそろ終わろうかな。なんかこの部屋暑いし。ちょっと今日もね、すっぴんなので。スクショタイムあれですけど、誕生日配信するかどうかは何も決めてないですけど、まあでも25日幕張のイベントがあるので、まあそれ終わったらできると思うけど、カウントダウン配信はできるかどうかちょっと正直わかんない。その日になってみないとわかんないけど、当日は多分握手会終わった後に配信はできるとは思うかな。多分約束はしないです約束はしないけど、って感じですね。じゃ本日のスクショタイム、好きなように、前にねなんか言われたけど、好きなように私は盛り上げていただけたらいいので、スクショタイム中は。スクショ半目になっちゃう。頑張って、それは半目のやつは載せないでね。
取れたかしら、みんなさん。取れたかな。取れた？取れたかな？どう？いっぱい取れた？取れた、よかったです。ちょっと今日は久しぶりに長い時間配信したんですけど、最後まで見てくれてありがとうございました。話したいことを話せたので、いやそれな、 TJ と撮れる日が私に訪れますように。本当にどうかお願いします。みんなと話せてよかったです。まだ気が向いたら配信します。そう、いつも気が向いたらなので告知はしないですけど、またみんな見に来てください。できるだけ5月は誕生日だし配信増やせるように頑張ります。それでは皆さん、今日も一日ありがとうございました。また配信した時は見に来てね。おやすみなさーい。みんな土日かな？会えるのは。ありがとうございました。おやすみなさーい。またねー。おやすみー。